はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。分かった。無料、そうだ、ガチャだ。お、質問は？こちらが本日の支給品です。ありがたい、ありがてえ。まあ今回もストーリーを、進めていきましょう。そうしないと他のことが何もできないんで、ストーリーありきなんで。ないです。支給分。ミッションはこれね、5日ログインか。マスリーミッションの方をなんかクリアしてる。ではイベントはできないんで、メインストーリーいつも通り行きましょう。美少女だなって思う。なんか聞ける。ああ、昼に一緒についてこいって言いたいのか。あたしがついていく。ストーカーか、怖えよ。おうおうおう、たまたまたま。ハハさん、ご飯行きましょう。お、積極的だな。行こう。来たー、早く行きましょう。おたまさんは何食べるの？迷ってます。お先にどうぞ。一緒のにして仲を深めたいから待ってる。あ、いいね。パパッと決めます。決断力だけで生き抜いてきたようなものなので。君早いのかい。こっち。いやいや、こっち。こっち。いや、こっち。ああ、選べない。めっちゃお待たせして、すみませんでした。いいよ。おたまさんの悩んでる姿見てるだけでも楽しかった。いや、いつもは針よりも早く来てるんですよ。今日はたまたまと言いますか。ただお昼休憩がもうすぐ終わるから早く食べなくてならない。本当すみません。うまい。めっちゃ仲が深まったような気がする。なんだミコ。そんなに自販機が珍しいの？こんな服装なんだ。戦艦にいましたので。かわいい。興味深い。昔はね、これってゴーホーのわけないな。ルーレット的なものが回って当たるともう一本出てきたりしたんだよ。喉が渇いたら買うものなのに。ただしかし。友達にあげるんだよ。そうすれば1本分で2人潤える。本当だ。でも一人で買ったらやはり潤い方になる。この視点いいな。お前は1本無駄だね。だからなくなったんだろうね。それが自動販売機。
え、なんでわからないの。青春だな。あ、昼間だったんだな、2日目の。さあ、また訓練だ。訓練ですね。さて、アリーナへ向かうか。そう、まだ始まったばっかりなんです。この辺りは。そっちじゃ。ついつい逆に進んでしまう病なの。プレイヤーが悪い。いや、遅刻。アリーナはどっちだったかしら。ルカさん、知らない？もちろん左。わからないわ。連れてってくれる？わからないはひどい。まあ右に行くんだけどな。お？今日の訓練は負けられへん。うちの方が上やって証明したる。今日は一体どんな訓練をやらされるんだろうな。あの司令官のことだ。ギリギリまで難易度を上げてくるんじゃないか。マウント取られないように。瀬戸ちゃん、道場もそう思うだろう。十分に準備をしていこう。最近メンバーでの訓練になります。準備できたら行きましょう。こっちじゃなく、こう調整が難しいな、ほんと。ここ止まらない。今日は3対3のチームに分かれて戦ってもらいます。え、セラフで殴り合っていいの？しゃ、メグミン、カモン。最終決戦兵器壊れるわ。また突っ込んだ。ああ、こいつくるくるバーなんだ。許してやってくれよ。だから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。あくまでも敵はエミュレートされたキャンサーです。より早く敵を倒した方を勝利とします。負けたろ。たくさん筋トレをしてもらう。お、筋肉は裏切らない。絶対負けたないな。まずは茅森、泉、朝倉のチームと相川、国見、面白そう。3対3だ。完璧のチームじゃん。味方を何だと思ってるんだ。なおさら負けられへん。そうですね。うん、完璧。いや、こういうやつこそしょぼーん。と思ったら人を死んでね。唐突に笑い出してどうかしましたか？そろそろ表に出んと我慢ならんわ。なんやこいつ。朝倉やない。朝倉やぞ。そうだ、あんな凡人とわしを一緒にするではね。誰なの？朝倉だが、わしか。カレンちゃん、カレンちゃんって馬、カレンちゃんって誰だったっけ？もしかしてカレンちゃんって笹原優だよな。もちろんただの酔っ払いです。客多いな。まあ酔っ払いじゃないと説明がつかないだろう。朝からずっと私らといたし、飲酒する隙もなかった。なかなかそのシリアスに入らない。そうだ、いい観察眼を持っておる。観察眼。ユッキーだけ褒められた。なんで？お前の主張を論破してやったからだ。私も褒められたい。おい。ねえ、そんな状況、話を戻さない？また一番言われたくない奴に軌道修正された。とりあえず3対3で戦わなきゃいけないっていうこと。これでも味方なのだけど。味方か。なればいいんだけどな。でも確かにこっちの朝倉だよ。私らと一緒に戦っていたのは、ただならない気配をずっと感じていたんだ。殺気を感じます。いや、あんた味方だろ。あの髪飾り、裏返るとあんなマガマガしい形になっていたのか。しかもなんだかフードの身にも。確かに獣感、バンパニー感ある。
そう、その名は確か、なんだろう、選ぶようになってる聞いてるカレンちゃんも早く思い出せよ、みんな待ってたよ早くやれよ、司令官まで待ってくれてるよ優しい。なんだろう、いやそれはわかるだろう、あと少しだ頑張るのだ、どうなる、猟奇的な高クマ系アイドル、残念外れだ、外すなよ情報員、情報員だった、もう一度だけチャンスをやろう、すごく不穏な空気出してんのに意外に悠長なやつなんだ、猟奇的な、答え出るかな、いや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 、お前そうないのか、ズバリは的確に確信をついた時だけしか使えないからな、そうだ、一時期お茶の間を震撼させた冥府の彼方からやってきた悪魔こと、サイコキラーのカレンちゃんでーすなんでちょっとヒットナンバーを紹介する DJ 風なんだよ、サイコキラーカレンちゃんと言ったら当時相当話題になったよな、学校サボってもさ、ワイドショーそればっかやってて、すげー確かに良くないとこだよな、覚え方が怠惰だと、曲を作りながらだよ、あああそれはすまなかったな、さて殺しの時間か、一丁派手にやってやるぞい、なんや知らんけど、お手並み拝見や、ん、では皆さん改めて電子軍人手帳をかざしセラフィムコードを唱えてください、さあスタートかな、これ大勝負になるのかな、さっき注意あったよな、だから簡単に勝てないってことだ、キャンサーの外郭破壊に有効よ、優しい、外郭破壊後に本体をさらに破損させることができる、外郭を破壊したら茅森さんと朝倉さんの力を生かして一気に攻め込むのよ、さあ向こうのチームよりも早く倒せるかしら、頑張ろう、あこれ必ずあのメンバー固定なんだ、要するに茅森でとどめを刺す、ブラスターで要するにブレイクさ、ブレイクバーストになるのか、ランブ、あれこの並びはなんだ、順、攻撃順ってこと、じゃあ彼女を先にやってこの順で行くしかないってことや、あんまり関係ないのかその左の並び方は、使えないの？あ、ブレイクワースト使えるようになった。好きには勝てねえ。さすが。ここじゃ。どうだ。ナイス。畳みかけようぜ。で、ランブ使って、ちょっと待った。これ、行っていいのかな？ちょっと早いかも。よしよし、ランブ先だ。オッケー、削りました。2ターンで倒し、2ターンで倒したんだ。2ターンで倒したっけ、これ3ターンだな、お疲れ様でした、かやもりさんチームの勝ちです、やったさすが私、まあ3人の力だな、朝倉さんの与えるダメージが一番高いです、朝倉ではないカレンちゃんです、まだこのモード、言い返した歩み寄らなくていいと思うぜ、くっそこんな小娘に劣るやなんて
確かに。そこまで思ってへんわ。ただな、サイキックの力は使わんといたったわ。つまり本気出す。まだ本気やないっちゅうこっちゃ。サイキックって意味あるの？使わないとダメなのか。どうやって戻すんだったっけ。すごいな、芹沢優。ここに来てすげえ濃いキャラに変貌したな。びっくりした。ゲームの世界みたいです。よ、インキャ特有だな。私の可愛いガレリンにはいつ戻るんだ。それはわしの気が向いた時だ。あら、皆さん、おそろいで。急に戻った。帰ってきた、カレリン。私のことを覚えてる子。誰？ルカさん。名前覚えてる。あら。苦しい、苦しい。しんどいな。おい、朝倉。今戦闘した記憶はあるか？ええ、戦っていたみたい。それは覚えてんの。ということは分離性同一性障害じゃないのか。あなたが何を言っているのかさっぱり理解できないわ。ちょっと勉強しとけよ、情報員。情報員大丈夫か。それは聞いたの。誰から？カレンちゃんから。やっぱり分離性同一性障害だ。ってことはどういうことだよ、ユッキー。朝倉の中には朝倉というおとなしい人格と、うん、あれだ、ヤヌスの鏡だ。人格が混在していて、杉浦みゆき。情報交換が可能な状態にあるって。 ぜひ見てくださいっていうか、配信なんかなかったっけ。ヤヌスの鏡、あれは大英ドラマのすごいね。今は大丈夫。でも七瀬さんよ、分離性同一性障害。ここ誰の子もエグい。それについては私が答えるわ。キャンサーとの戦闘職に従事する限り刑罰は執行停止されるの。もちろん、軍が責任を持って朝倉カレンを管理する条件だ。まあやばいってことか。なら安心だな。うん。本当に大丈夫か？大丈夫だ。その地震はどこから来る？朝倉には取り外し不可能な発信チップが埋め込まれているから、逃亡は不可能よ。問題行動を起こせば。怖いな、その世界も。だからさ、そんなの埋め込まれてる。まあかわいそうではあるよな。外してやろうぜ。戦闘マシンになってる。外そうとしたら爆発します。いいのよ、エカさん。力になれなくてごめん。まあ怖いな、この世界。次は茅森、朝倉、東条のチームと泉、相川、国見のチームで競ってもらいます。今度こそ負けへんで。チームのメンバー変えたのか。頼むぜ。では電子軍人手帳は、まあ、あるよね、普通に。プロレス 3D でやってメンバー変えるっていうのも面白いな、6人タッグで。東条さんのスキルはかなり有効な支援スキル。それでキャラを覚えてもらうってことか。早森さんのスキルと一緒に使うことで敵に大ダメージを与えられる。同ターンに使えってことか。とりあえず1ターン目は普通にやるしかないな。あんまり気づいなかったか。これってやるな。よしよし、オッケー。でこれで、ね、連携するのか。これでなんとかならない。オッケー、勝ちました。東条司がレベルアップです。
から持ってるキャラじゃないかな。お疲れ様でした。かやもりさんチームの勝ちです。やったすげえ、私悪いな、ユキ。くっそー、お前にそんなセリフを吐かれる日が来るとは不覚だ。まだセラフとサイキックがうまく融合してへん。相川めぐりとはまだ組んでないよね。そろそろ馴染んできよったね。次はかやもり、朝倉、くにみのチームと、お、おたまさんだ。一人ずつ交代。相川のチームで競ってもらいます。やった、おいこら、たま何喜んでんねん。相川めぐりと食う気配がないね。さあ次のターン、セラフィムコードを唱えてください。クニミタワーをどう使うかってことだよな、今回のテーマは。クニミさんは回復のスキルを持っている。ヒーラーなんだ。デフレクタが破損しそうになったらクニミさんのスキルで回復するのを忘れないこと。覚えて。さあ向こうのチームに勝つべく全力で戦いなさい。攻撃力高そうだな、敵。ヒーラーガール、とりあえず1回目は通常攻撃で行くしかないや。で、あ、やっぱり、やっぱり強いな。ここで回復できる。ん？で、そうか、光栄だからまだこの2人は使えない。ナイス。ここでブレイクしたんで、これでカヤモリが黒すぎで使う。赤とどめさせなかった。あ、でもそんなに削れてないから大丈夫。3人ともダメだけど通常攻撃でやれると思う。え、まだ死んでないの？嘘。ようやくぶれ。今を何？死んだと思ったらゼロになったよな。まだ生きてたんだな。お疲れ様でした。かやもりさんチームの勝ちです。やりましたー。あれ、ロックの人とは食わないの？サイキッカーとは。私とカレリンがいたら無敵じゃん。確かに。二人で人類救えそう。どんだけ次。あ、でもヒール、ヒーラーがいないと。全員勝利を味わえたんだし。あ、もうサイキックは。そうだな。割とバランスのいいチームだったってことだな。いや、一人だけ勝ってないやつがいると思うぞ。まさか。まさかですよね。おい、お前も乗るな。サイチェア6人構成ですからね。結果的にはそうなる。まだや。サイキックさえセラフに通すことができたら間違いなく勝てる。やばいな。本日の訓練は以上です。かわいそう。お疲れ様でした。なんつうことや。嘘や。なんつう役割。あいか、説明だけ。つける役割？つける役割って何？おとりタンクってことか。気になってたショップに行ってみようかな。行きましょう。どこだろう。ここだったな。いらっしゃいませ。あら？あ、メイドの人だ。見つけたような。どうされましたか？こちらはショップです。商品の効果はお値段通りです。じっくり見ていってください。だからニトリかよ。
何でもチップの時代だよな。さあ今273音があります。とりあえずあのファーストステップ、アイドリープライドじゃないけどファーストステップいきましょう。他は、まあ、一つずつ買っとくかな。まだ余裕ありそうだけど、まあひとまずいいや。お値段通りでしたか。なお GP はバトルを繰り返すことでもらえます。そうだね。とっとと稼ぎに行ってまたお越しきやがってください。はい、お待ちしています。ショップ店員が一番好き。大島ニーナにブース、あれこういうことか。これで装備できる。ビアコにも装備してあげよう。なんだこれ。このスタイル変えられるってこと？でもなんか専用ピースから消費されるから使ったらもったいないケースがあるかもな。光っているものが強化できるんだけど、正直 S 以上ないとしんどいな。サイキッカー、さっきは不憫だったからな。ここで、巻き返しですね。じゃあ行くしかない。チョン行きます。え、これ研究棟？2つ何をしに来た。そうか、準備してやろう。あ、スタイル強化するやつか。要件は済んだ。アリーナで訓練し、もちろん訓練しに行きます。訓練できる、なんか訓練回数には訓練に来た。そうだよ、起動中。で、早速初級2をやっていきましょう。うん、 S は獲得できなかったからこのままだな。使える？敵を切りつけるアタッカーだからな。全部切りつけるやつだ。もらった。
番組からならどうでしょう。いいじゃねえか。隙のないポージングですね。バランス悪いんじゃないの。首のタワーにしとこう。首のタワーリカバーですね。リカバーは使える。使えないんでこれだけ。一体倒した。残り一体。しかもいける。ない。行こう。なんこれ。えいどうなん。あとちょっと。決して触れず私の勇姿もそろそろ見納めですね。皆さん大丈夫ですか。で回復させて。おっとスキルを使うまでもなかった。2回ぐらいはプレイしないとね。訓練大事。最初からもうおたまさん入れた方がいいよね。慎重に行きましょう。一旦目は入れない方が良かったっけ。一旦目はやめといた方がいいな。まあ2体残っちゃうしね。まだか。これで入れ替えて。でサイドおたまさんと入れ替えると回復できないんだ。おたまさんをやるには2ターンいるんだ。ついおたまさん常駐でいいじゃないか。あと1体次のターンでやれる。どうかな。倒しましたね。もう一回プレイできそう。オートでもいけんじゃないの。みんな冷静にな。当たれ。オートでも勝てそうですねこれは。もうニーナ、あの観光もやってくれるのか。自動で変えてくれるんだ。エンハンスっていう役割がある。もう釜持ってる人は。エンハンスは本当大事だよな。これ大島ニーナレベルアップ。ここまでかな。 90GP 獲得。ダメ。ガチャができない。ダイス不足してるからダメです。無理です。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。お疲れ様でした。
なんか上にあるみたいだ。お、なんだか毎日疲れるな。あれだけ動くとな。筋肉痛がすごくって。え、それだけ？なんか入れる。ユリかな？ユリカップル？それだけか。ん？これはもうこれ以上いけないんじゃないの？ここまでですね、どうやら。イベント。よう、彼女何してんの？ナンパか。いや、いつもみんなでいるからさ、二人で話したいと思って探していたんだ。別に自由時間まで。今なんか通過していった。他の奴らと過ごした方が有意義だ。今はユッキーと過ごした。あら、忙しいんだけどな。じゃあ小腹が空いたから軽食買ってきてもらってもいいか？あ、何がいい？何でもいいよ。何でもいいか、本当に困るな。軽食って言ったら何だろう。うん、そういうことか。なるほど、わからん。行けないんで、ここは行き止まりだな。図書館開いてるかな。ここは行けない。まっすぐ行くしかない。軽食って言ったら何？ケバブサンドとかじゃない？よかった。性の強いもんセレクトしてきたな。まあいただくわ。無駄にうめえじゃねえか。よかった。で、ユッキーは何してんの？この電子軍人手帳でちょっと遊んでる。そう。ゲームが入ってるの？私もやりたい。課金しまくって廃人になりたい。ねえよ。しかもそんなしょうもないことで廃人になるなよ。せめてキャンサーとの戦いに敗れてなれよ。なんだ、ないのか。じゃあどんな遊びができるの？ある程度プログラミングで制御できるんだ。だから試せることを試してみてる最中。じゃあゲーム作って。それを電チョゲーと呼ぼう。ゲームなんて作らねえよ。簡単に言うと人工知能みたいなもんだよ。できた。すげえ。話しかけていい？話しかけていい？テンション上がりすぎだろう。でもデバッグも兼ねられるか。話しかけてみろよ。よし、お前に名前をつけてやろう。お前の名前は KETSU でケツ。わかりました。私はケツです。うわー、覚えちまった。どうした？なんでそんな下品な名前をつけた？いや、シリに対抗して。あれはお尻じゃねえ。いや、私も特にお尻を意識してつけたわけじゃないから安心しろ。どうだ、気に入ったか、ケツ？はい、気に入りました。よかった。
やすいじゃん。なあケツ。はい。というわけでケツに決定。じゃあな、よろしくでございます。いやー、逃げられたー。コツ結構いただける。使用できる。ユッキーを誘ってお風呂に行こうかな。あのさユッキー、風呂行くか。行く行く。相変わらずスタイルいいなユッキーは。ジロジロ見てくんじゃねえよ。二度と一緒に入らねえぞ。そんな。ちなみにしておく、絶望の跡が反省になってないからな。それにお前の方が絶対スタイルいいだろ。ルックスでも大人気だったじゃねえか、うん、モデルみたいな写真いっぱい撮られてたろ。撮影は需要あんのかなって謎だったな。自分のカリスマ性をもっと把握してろよ。私ってそんなすごい。すげえ。よく聞こえなかった。すげえよ。こんな恥ずいこと言わせんなよ。やったね。ちなみにユッキーもすごいよ。何が？もう出る。もう。いい湯だな。すごいなこの一枚絵。さて。深夜帯。今日も一日疲れたな。じゃあおやく。お休みと言い切る前に寝れるのか。まさに伸びた。一瞬で寝ることって欠けるレベルだな。じゃあ書くよ。起きてた。書いたらいいんだろ。どれだけサイン書けばいいんだ。寝言ね。タイミング良すぎるだろ。奇跡的瞬間だったな。うん。この寝つきの良さは使える。泉ゆきが茅森ルカを最初のターゲットに定めたのこの時であった。また来た怖え声。なんでサイコパスな内容なんだ。ナレーションっぽいけど。ゆきうるさいぞ。あ、起きた。みんな寝られないじゃないか。それで怒られるのはまた私かよ。大変ですね。お前も一役買ってんだよ。おお、ヤマトじゃないよな。基礎資源まで時間がないよね。まあ、早く地球救わないといけないかな、人類を。おー、たま、いいなぁ、かわいいなぁ。え、これで、とりあえず、点呼を開始してください。また新しい1日が始まる。3、4、5、6。この後私が言うべき言葉は、俺たちひょうきん族。そうであっても言うべきことは違います。そんなん自分だけよ。巻き込むなよ。ひどい言われようだな。ひどいことを言うからだわ。総員6名、現在員6名、欠員ありませんと言ってください。ああ、それだ。欠員ありません。了解です。では、
自室の清掃後、6630までにカフェテリアに集合してください。あれ、急に時間がアップしてきた。やっと解放された。しばらくか。私は別の。いや、そう。ああ、無視されるのか。しかし、とりあえずここまではですね、が多分ギフトをもらえる。コーツを少しずつ増えてきてる。まだ1000超えたばっかりだな。これ戻りたい場合は、そうですね、ここに戻ってきました。これを一段って何？一回やってみましょう。忘れないうちに東条司と交流ができる。今選択できるのは東条司のみですね。まあ交流はまた後でやりましょう。コーツをゲットできるってことだ。でも価値は全然足りないな。3000いるから絶対無理だな。はい。というわけで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター、ぜひ見てください。ツイッターのフォローもお願いします。ツイッチもやってます。ライブ配信など、ライブ配信をやってます。アーカイブを残してますので、そちらもぜひ見てください。ヘブンバーズネットお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。